ということでですね、今回ね、私のヤフオクの情報をですね、ご購入いただきありがとうございます。なぜね、こんな格好をしているのかというとですね、私はもともと、かれこれ23年になりますかね、自動車の板金塗装の、仕事をしています。でここ3年ぐらいですね、独立して自分で、お店を始めたんですけども、でこちらで中古車の今ねビジネスを始めることになりました。でまあ私自身もですね、こういった格好をして、まあ、YouTube で動画を配信してるわけなんですよね。でまあそれなりのキャラクターを、まあ、ちょっとエッジを効かせてですね、他の店舗さんとはまた差別化をして、まあこんな面白いやつがいるということを狙って、でまあ、この格好で登場してるわけですけども、まあ、ちょっとね、今回ね真面目にお話ししようと思いますので、衣装を取ってですね、皆さんに、お話ししようと思います。で今回ですね、ヤフオクの方でね、ご購入いただいた情報なんですけども、まあ、これは私が教える最も高く買ってくれる中古車ショップですよね。実際に車の、まあ、売買、車を購入する際ですよね、まあ、車今所有しているものを売って買うっていう人が多いと思うんですけれども、まあ、新規でね車買わない限りはですね、まあ、今所有している車を売ろうということで、まあ、今いろんな、サイトなどありまして、そこにネットでね登録すると、自分の車の情報を登録すると、いろんな中古車査定さ、会社さんから問い合わせの連絡がどんどん来るんですよね。でも結構使ったことある人だとは分かると思うんですけども、まあいろんな業者さんからたくさん電話がかかってくるんで、ちょっとあんまりいい思いをしたことがない人が多いと思うんですよ。実際私もそうなんですけども、でじゃあ実際にね、私自身が何度か使って、まあ実際に買い取ってもらったことも何度かあるので、その経験を踏まえてね、ちょっとお話したいと思います。実際に、その買い取り業者さんで今一番、売り上げを上げているのがガリバーさんですね。でその次が、ビッグモーターさんですね。この辺がもう2大巨頭なのかな、でやっぱどの地域、結構都心に近いところですと、まあ、私も去年までずっと1年間東京の方で仕事してた、車の仕事をしてたので、東京の方でも、まあ、直したもの、車をね、売るっていうこともやってたので、その時に問い合わせた結果、まあ、一番やっぱり高値で買い取ってくれたのは、ガリバーさんでしたね。で長野でも活用したことありますし、今こっちに来て千葉にでも、活用したことありますけれども、やっぱり一番高く買い取ってくれたのはガリバーさんですね。で一番最初に電話が来るのはビッグモーターですね。とにかくサイトに問い合わせした瞬間に、多分その地域の、店舗さんから直接電話がかかってくるスタンスですね。でガリバーさんは、店舗から電話が来るというよりも、幕張のところにねガリバーの本社があるんですよ。でそこで中古車の買い取りの専門部門というのがあって、そこのセンターの方から直接問い合わせが来ます。で何が違うのか、まあもうほぼこの2つで話させてもらう、まあ他にもね本当はラビットさんとか多分いろいろあるとは思うんですけど、多分そこ特に、まあ、今僕千葉に来て思うのは、やっぱり田舎なほどガリバーとビッグモーターぐらいしかないのかなっていうね感じですよね。まあ関西とかね、あっちの方僕もちょっとご存じないので、東北の方とかもわからないんですけども、まあ多分全国的に見てもその、まあ、日本で1位2位を争う会社さんなので、まあ多分その2つの特徴をお話しするのが一番いいのかなと思います。でまあビッグモーターさんはとにかくスピードが速いですね。一番早く来てくれるので、そこで決めちゃう人がやっぱ多いと思うんですよ。でまあ結構まあ僕も内情を知ってるので、バリバリの体育会系の営業スタンスの人がやっぱり多いので、
まあ、その場に来てすぐにそのうーんと車を買い付けようっていうやっぱ流れに持っていくのがうまいんですよね。でやっぱり車の素人さんからしてみればね、結構強気で買い取ってくれるっていう、まあ買い取った後にも車をね、売ってもくれるので、まあ、その中で回したらより利益が出ますよとか、まあ、いろいろ、まあ、向こうなりに勉強してくれると思うので、まあ、そういうところはやっぱりすごく、うん、スタンスとしては強いですよね、うん、でガリバーさんは、まあ、大体ちょっと遅れてガリバーさんが電話来るんですけど、まあ、大抵ビッグモーターさんよりも値段はいいですね、うん、でガリバーさんとビッグモーターさんの僕の見解で話させてもらうと、まあ、僕の業界自動車の板金塗装とか整備とかのスタンスからも見させていただくと、ビッグモーターさんっていうのは自分の会社の中でもう整備もできるし板金塗装もあるっていうのがスタンスです。まあ大きな店舗、まあ、結構大きい店舗が多いと思うんですよビッグモーターさんね。でそこで車を例えば売った車の板金塗装の修理とか、まあ、多分売った後にお客さんが事故して修理する時とかもやっぱり自社工場っていうのをね完備してるので、まあ、そこに車を持ってって直すっていうスタンスですね。でそれと対照的なのがガリバーさんで、やっぱその地域の板金塗装屋さんとか整備の自動車屋さんとかにやっぱ外注で仕事を振ってるっていうのがありますね。なので手厚いフォローっていう後々のことを考えると、まあ、ビッグモーターさんとかはねやっぱ自分のところで全部賄えるので、まあ、車検を取るとか例えば車買った後の板金塗装の修理とかっていうのは、まあ、比較的もうその金額の中に含まれている可能性が高いですよね。でガリバーさんの場合は買った後に例えばここに傷があるとか、例えば後で車検2年付きって言って車検取ってから車販売しますよっていうスタンスの場合は、まあ、外注さんに出してるスタンスもあるので、まあ、やっぱり少し高め割高になるのかなと思います。だから売るっていうのだけ考えるとガリバーさんは非常におすすめですね。で今ガリバーフリマっていうのもね始めたので、まあ、要はヤフオクと同じで、直接売買も始めましたね。あとはね今非常に、まあ、別に僕ガリバーさん のスパイでも何でもないんですけども、でガリバーさんはですね8月からですねシェアリングサービスがね始まるんですね。そのシェアリングサービスっていうのが、まあ、そこに登録しておくと、まあ、車をね頻繁に使う人はちょっとどうかなと思うんですけども、まあ、たまに、まあ、ご家族で2台とか3台とか持ってるところであれば、まあ、たまに使わない時間がある時とかに、まあ、要はシェアリングサービスで自動車を貸すってことですね。このシェアリングサービスっていうのも非常におすすめですね。実際に月に4回貸し5時間4回貸すと大体 1ヶ月1万6千円ぐらいになるので、まあ、維持費とかねその辺も考えると、まあ、うまく回せればタダで車乗れるような感じになるので安い車であればね、だからそれは非常におすすめですね。まあ、こういった感じでね、まあ、僕がおすすめする、まあ、その中古車の、まあ、メリットデメリットはあると思うんですけど、まあ、長所と短所ね、まあ、こういった意見を踏まえて、まあ、あなたが中古車の査定サイトに申し込んでも良いと思うし直接お店に持ってってもいいと思いますけども、まあ、そういったものを加味してねこういった意見を参考にしていただいて中古車の、売りと買いっていうのをしていただければなと思います。では本日はご視聴ありがとうございました。